今日はアニゲイレブン特別編。スタジオを出てどこに来ているかというと、こちら、私の母校です。今回はスタジオを飛び出し、安住の母校、東京アニメ声優&e スポーツ専門学校へ。授業を体験しながらその魅力を紹介。当時のマル秘プロフィールも発掘。アニゲイレブン特別編、安住母校に帰る。大丈夫っすよ隊長、次もまた一番に掴みに来るっすよ。あ、いたよいたよいるよ。三島、歌は歌うのが好きっていうイメージって大事じゃないですか。だからカラオケって書きました。でもカラオケ苦手です。アニゲ、今飛ぶ鳥を落とす勢いで大活躍中。デビュー以来さまざまな作品で主役ヒロインを担当し、昨年は声優アワード新人賞を受賞。アーティストとしてもシングル4枚アルバム2枚をリリース。さらに番組 MC もこなすマルチな活動で、今後の活躍も期待される安住。その原点が東京アニメ声優&e スポーツ専門学校。アニメ、声優、ゲーム、e スポーツなどエンターテインメントの最前線で活躍できる人材を育成。そのための最新設備、豊富な施設を完備し、夢を追いかける人たちを応援している学校なんです。安住の案内で校内を探索しているとあるものを発見。いろいろフィギュアとか飾られてるんですけど、このコーナー何ですか。このコーナーは脇安住コーナーじゃないですか。このアーティスト脇安住から私が出た作品の数々いっぱい飾られてる。こうやってドドーンと飾っていただいてるっていうのが本当に嬉しいし、なんかこういつまでも愛してくれてるなと思います。売れたの？いや、思わない、そんな思わないですよ。思った瞬間ないですか？ないです、本当にないです。あ、もう食っていけるな。でもそれはこのブレンド S っていう作品、30分アニメの初主人公だったので、自分から学校にこんな作品出ますって言ってこうサイン自分で書いたりして、それでもう食っていける。まあ先輩の活躍は後輩の皆さんの励みになってるでしょうね。そんな安住がまず向かったのはレコーディングスタジオに入ってきました。おはようございます。おはようございます。声優の脇安住です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。声優を目指す生徒さんが所属するのは2つのコース、声の仕事を実践的に学べる声優プロフェッショナル専攻と、演技はもちろん歌唱ライブ技術も学べる声優アーティスト専攻。発声滑舌などの基礎から舞台演技アフレコ実践まで、声優に求められるさまざまな技術を指導。専門学校としては珍しく所属期間は3年。企業とのプロジェクトなど校外活動も豊富で、学生のうちから現場経験を積むこともできます。ちなみに今授業をしている栗田先生は安住も教わっていた先生です。みんなめっちゃキラキラしてます。目が皆さんキラキラしてますもんね。脇さんを見て目を輝かせてるんですよね。もちろんです。そんなことないですよ。皆さんやっぱこう好きな楽しい授業でキラキラしてらっしゃるんですって。売れっ子ねえ。今はアフレコの授業中。それなら参加させてもらうことができるんです。脇さえ良ければ全然いいんですか。いいですよ、参加したいです。皆さんと一緒にできるってこと？その代わりいきなり見て入ってもらって いきなり初見でですか？うん。ということで安住もアフレコに参加。先輩としてプロとして後輩へお手本を見せてもらいましょう。アフレコするのはお弁当のおかずを擬人化した学校のオリジナル教材お弁当戦争。
安住にはウインナー二等兵を演じてもらいます。先輩食ってやるつもりでがっつり。わかりました、ちょっとかかってきなさい。たとえ初見でもプロとして失敗はできない。台本チェック、私すごい時間かかる人間なんです。本来はこうやって自分が喋るところをチェックしていってます。そして自分が出るところをこう追っています。じゃあそろそろ行こうか。ちょっと待ってください。ちょっと待ってもらっていいですか。安住の準備ができたところで早速アフレコ開始。誰もが楽しみにしているお弁当の時間。いただきます。どれから食べようかな。みゆちょっとこっち来て。あ、今行く。くっそー、あとちょっとやったのに。なぜじゃ。大丈夫っすよ隊長、次もまた一番につかみに来るっすよ。おい、うるさいぞお前ら。事件は会議室で起きとるんやない、弁当の中で起きとるんじゃ。だからうるさいって。耳痛い、耳ないぞ。なんやと。落ち着いてください隊長。なぜお弁当の中の具材たちが喧嘩をしているかというと、弁当の中身の具材たちの中で誰が一番に人に食べられるかという愚かな競争をしているからである。そしてこれを俗に弁当戦争。何が立ってんだお風呂。え、今なんて。ああしまった。何やってんすか隊長。あいつは全然勝てなくて、むしろ戦争に入れてやるのはかわいそうだ、無視しようって言ったのは隊長じゃないすか。お二人とも主が帰ってきたっす。しかも友達連れ。まさか。来たー、具材交換。何が起こるかわからない具材交換。やつを倒すにはこれにかけるしか。人は人だ。これにしよう。みんなありがとう。いやー、私マヨネーズ好きなんだよね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。結構うちの生徒たちも良かったでしょ。いや本当にすごいですね。先輩と一緒にやると、うん、そこに引っ張ってもらえる、うん、ていうかワキが引っ張ってるっていうのがなんか、引っ張れてました。引っ張ってる、引っ張ってる。だって横で途中からだったのでセリフが、うん、皆さんが最初に喋ってくださっていたので、私も乗れました。最後に未来の声優たちに先輩らしく素敵なメッセージを。皆さんもそのアニメゲームが好きで声優さんを目指されている方もいると思いますし、あの声優さんが好きでいつか共演できればなっていう方と共演して同じスタジオでお芝居した時の感動って本当に夢のようで最高で、その気持ちを皆さんにも早く味わっていただきたいなと思うので、大変なこともいっぱいありますけど、とってもとっても楽しくこのお仕事して後悔ないなって思っているので、ぜひスタジオ現場でお会いした際は何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。声優になったらアニゲーイレブンに遊びに来てくださいね。